皆さんこんにちは、鉄坊主でございます。いつもひま坊主チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。さて今日は、新幹線のお話でございますけれども、山陽新幹線の、500系の4編成が引退するということで、現在6編成残っていて、うち4編成が引退するということなんで、全部が引退するわけではないんですけれども、今日はこれについてちょっとお話を、ちょっと自分の500系に対する思いみたいなものを含めつつお話をしていきたいなと思います。500系、もう1998年にデビューしている先行車両が96かで、両差しが97から入ってるのかな、っていうようなことでも結構古い、もうなんだかんだでね、もう車歴が26年目とかに入ってるんですかような感じなんで、もう27年目かということなんで、もう相当古い車両ではあるんですけれども、未だにですね、こう色あせないこう戦闘機のようなですね、かっこいいフォルムで、新幹線で好きな車両はどれですかみたいな、こうなんか人気投票みたいなのがあると、未だに上位に食い込んでくるというですね、とても人気のある車両、他の車両がね、どうしても空力抵抗と、それから乗車定員っていったところを高い次元で、それはそれですごいことなんですよ。空気エアロダイナミクスと、それから定員をきちっと守る、それから居住性も、断面見ると分かるんですけれど、500系ってこう丸いんですよね。に対して N700 とか、700系でもそうかな、結局上のところが結構こう角が割と角張ってるんですよ。で、角張ってるってことは、当然室内に入ると要はそれだけ上の空間が広いわけで落ち着くんですよね。で、500系ってやっぱりこういうふうにちょっとドーム状みたいになってるんで、やや狭い感じはするんですけれど、これ多分ね、私500系のを望みで乗ったことがなくて、500系でもう今のこだまになってからしか乗ったことがないんですよね。500系がちょうどデビューする頃に私ってこっちに移住してるんですよ、今考えれば。だいたいもうちょっと後か、私がカナダに移住したのが500系のデビューより前か。いずれにしても、カナダに最初に来たのが91年で、それあとなんか日本とカナダ行ったり来たり行ったり来たりしてて、もう定住し始めたのが93年ぐらいですけど、そっから10年ぐらいってあんまり日本に帰ってなかったんで、本当に3、4年に1回ぐらいしか帰ってなかったと思うんですけれど、今でこそね、こういう仕事してるんで、半年に1回ぐらいのペースで帰ってますけれど、なので、500系が東海道新幹線を走ってる姿って私知らないんですよ。500系ってもうこだまになってから、絵としてはのぞみで走ってるの知ってますけれど、そういう500系の全盛期の頃知らないんで、今しか乗ってないんで、そうすると今だとこだまで走ってるからそんな混んでないんですよね。ですからあんまりその空間的な狭さっていうのは感じないんですけれど、のぞみとして走ってた頃にやっぱり満員のお客さん乗せて運行された時には結構やっぱり上の圧迫感って感じたのかもしれないなと思いつつですね、そんなことに思いを馳せながら、それはちょっと置いておいて、今回、500系引退するちょっと流れを見ると、N700S 一番新しい車両ですね、これの16両編成を4編成2026年度までに投入いたします。で、そうすると今使ってるうちの、のぞみとかに使ってる N700A ですね、山陽新幹線使ってる N700A の一番古いやつ、N700 から N700 ってもともと N700K っていうものだって、 N700K をA というですね、新しいそのものにどんどん改造して N700S と、性能を揃えてるんですけれども、この 700A にA の工事をする、もともと A として生まれた車両と700系として生まれて A になった車両と2つあるんですけど、ですから N700系、もともとの N700系の方が古いんですが、それを対象にして4編成を8両編成に改造すると、16両を4編成に改造して、なんか記事を見ると1号車から3号車、8号車から11号車、16号車を利用するということだそうでございますけれど、16両を8両にするのってトントントンって中抜いていって、で動力車とか、その辺のうまくバランス考えて短くすりゃいいだろうっていうふうに、
思っちゃいがちなんですよ。なんか結構やっぱり大変みたいで、うん、まあ素人はね、私みたいな素人はね、ポンポンって抜いちゃって N ゲージの車両みたいに16両8両に減らして走らせればいいんだろうぐらいの感じで思っちゃうんですけど、どうもそんな簡単なものではなくて、やっぱ改造が必要。今の N700S はそういうことが自由にできるような、最初からそういう設計になってるんですけど、 N700K はそういう風になってないらしいんですね。 N700S はそういうことが簡単にできるから、西九州新幹線のかもめは N700S の6両編成っていうのをまあ使ってると。まあ、あのかもめに使われている車両はね、あの水戸岡さんがデザインされているね、内装が、ね、東海道を走っている N700S とは全然違いますけれど、まあ、そういうことだそうでございまして、まあ、結構な金がかかるということ だそうです。で、まあ、内装はまあ改造した500機に準じるということで、まあ、実際にあの今8両編成のうち4号車から6号車になっている部分が、座席が2+2、いわゆるあの光レールスターから始まった指定席は2+2で、座席がグリーン車並みに横幅がありますよ。あの前の間隔は普通車と一緒ですけれど、横幅とあと肘掛けがもうあの完全にすっごい広い、肘掛けの広さこれぐらいあるから、あのいわゆる隣に人が来てもですね、肘が当たらない、あのよくなんか、うん、ありますよね、あの肘掛けの無言の取り合いみたいなありますよね、飛行機とか乗ってても。そういうのが起こりえないぐらい広い、うん、肘掛け、まあ、グリーン車の肘掛けに等しいもんですけれど、まあ、そういうのがある、まあ、フットレストとかね、そういうのはないんですけれども、本当座席が広いから、あの光レールスターとか今、まあそれは、現在のサクラの指定席にもそれは踏襲されてますけれど、幅の広い席ということで指定席人気あるんですよね、というような。まあ、あのですから、まあ、4号車から6号車っていうふうにまだはっきり言われてませんけど、おそらく8両編成のうち、まあ、4から6といった3つの車両は2+2にして指定席として売って、他のところは2+3の原型のままで、それをまあ自由席として販売するというようなことになるのではないかというふうに言われておりまして、で外装はもうそのままいじらないそうです。ですから今の、あの白に青のカラーリングなので、あのレールスターみたいに黄色とグレーが入ってるとか、500系みたいにグレーを主体にしてるとかそういうことではなくて、もうほんと同じっていう、ただ短くなったっていう。昔あの100系とかね、その後の、まあ、0系もそうですが、こだまにされた時ってなんか、グリーンの帯が入ってたりとかしましたよね。ああいうのもあったんですけど、そういうのもなしで、まあ、そのまんまっていうことだそうでございます。ですから見かけが全くまあ同じ、短くなってるっていうだけっていうことになるみたいです。ということで、まあ、こういう改造が行われて、まあ、この N704 編成が8両編成化されて、まあ、玉月で500系4編成が、まあ、2026年に引退すると、まあ、24から26年の間でどんどんこれ投入していって、26年には4編成投入完了するんで、完了したら2026年4編成が引退っていうことだそうでございます。まあ、もしかしたらこれが1個ずつ入っていくなら、そのうち1個ずつとか抜けていくのか、まとめて26年に引退させるのかちょっと分からないですが、とにかく4編成は26年までに引退、ただ2編成が27年以降も残るっていうふうに言われてます。で、まあ500系の今、編成1つはあのハローキティ車両になってますよね、あのピンクの可愛らしいの で これ結構やっぱあの訪日外国人の人とか人気だし、今気づいたらなんかハルカもほとんど キティ車両になっちゃってますね。キティ車両じゃないハルカの方がむしろ今珍しくなっちゃってる。前はおおキティ車両来たと思ったんですけど、今ハルカ見てたら全部キティ車両だなと思うぐらいなんで、でキティ車両じゃないやつもあるみたいですけれど、まあ、いずれにしてもなんかハローキティはもう世界的に、まあまあ、私もカナダに住んでハローキティでもその辺にいくらでもあるんで、特にローカライズされてたりしますしね。ということで、まあ、キティ車両は多分しばらく残るんじゃないかなと思うんですけれど、で、まあ、残り1編成が残るということで、この2編成が27年以降も残るということで、まあ、あくまでこれ個人的な意見ですけど、本当個人的な意見ですけど、ハローキティ車両は別に500系じゃなくてもいいかなと思うんですけどね、別にレールスターでやっても全然構わないかなという気もするんですけど、むしろキティになる前のエヴァンゲリオン車両、私これ一回乗ったことあるんですけど、エヴァンゲリオンはあれは500系じゃないとダメなんだと、あれはやっぱあの戦闘機のようなフォルム
じゃないと、まあ、実際あの確かエヴァンゲリオンの、メカニックデザイナーかなんかの人があれデザインしたんですよね、あれって。でその方が確か新幹線のファンかなんかで、で500系も好きだからっていうことでノリノリでやったとかっていう、なんか確かそうだったと思う。もし間違えたらごめんなさい。確かそうだと、メカニックデザイナーの方がどうか忘れたけど、なんかあのエヴァンゲリオンのデザインやってる人ですよね。っていうことで、あれはかっこよかったと思う。あれは500系じゃ、あれをレールスターでやるとちょっとイメージ違うかなと思うんですけど、まあ、キティ車両は別にハルカでもできるんだから、まあ、極端し車両は何でもいいような気もするんですけどね。別にその速さを求めるこうなんかエヴァンゲリオンとかだったらなんかスピード感あふれるみたいな感じでやっぱ500系って向いてると思うんですけど、はい、すいません、ちょっと個人的な思いなんですけれど、はい。で、まあ、今出た700系の7000番台レールスターですね、これはそのまま残るということで言われております。あのレールスター、これまだ16編成あるのかな、これはそのまま残るということなんで、で、まあ、今回の、まあ、改造車両、まあ、これも含めて、まあ、500系に改造されたのもそうなんですけど、今回改造されるのも最高速度時速300キロから285キロに、スペックダウンさせるみたいですね。300系を走る性能がありながら、最高速度は 285km にとどめるということで、まあ、実際に、こだまに使うんで、そんなあの最高速よりも、まあ、加速性能があればそれでいいということで、そんなあの最高速出すような、区間もそんなないでしょうということで、まあ、そうなってし、東海道ほど、まあ、山陽新幹線もかなり線路容量はきついと言われてますけど、東海道みたいな綱渡りの、綱渡りというとあれか、神業的な、本当にもう、こだまがこう入っていったと思ったら、まだ完全に息止まってないね。それをこう望みが抜いていったりとかしますからね、東海道とか乗ってると。さすがに山陽でそこまではないと思うんですが、まあ、いずれにしてもこう最高速度を落として、500キロもそうですけど、よく言われてるなんかスペックに、要は全力で走ってない、毎日全力で走ってないから、やっぱりへたりが少ないんじゃないかっていうふうに言われてますね。だから長持ちするんじゃないかと。これがもう東海道みたいにもう加速性能か、あの加減速性能を最大限に高めて、一瞬でもいいからもうね、あの最高速に達してですね、で、それでもうすぐ逃げ込むみたいなことをこう毎日毎日やってるとえらいことになるんですけれども、まあ、そこまでじゃないので、その分やっぱりこの車両の寿命に余裕が出てくるんではないかというふうに言われてます。で、まあ、JR 西日本の中では新車導入は、まあ、新車だから当然 N700S だと思うんですけれども、まあ、N700S は先ほど申し上げたようにあのカモメに使っている車両を6両にして今運行しているということで、あのそういう編成の組成が自由度が高いのが N700S の特徴なんで、まあ、それを多分新車導入案ということはそれのことだと思うんですが、そういう話もあったんですけれど、まあ、改造した方が50億円なんか経費節減につながる、まあ、50億安いっていうようなことだそうでございますんで、それでまあ結局この N700A を、もともと 700A じゃなかったやつ N700A でもを使って、あの8両編成化するっていうことだそうでございます。ただまあ今後考えていくと500系も1900、残るやつが一番新しいやつだとすれば、まあ、新しいやつだと思うんですけど98年生で、残り2編成になるんで、まあ、当面は残るっていうふうに言われてますけど、そんな長くないんじゃないかなと。というのは2編成しかないとやっぱりパーツとかのスケールメリットがいっぱいあれば、やっぱパーツいっぱい作れるからその分安くなるんですけど、そういうパーツがやっぱり少なくなる、まあ、多分500系にしか使われてないパーツってあると思うんで、そういうものをどんどんやっぱりスケール高くなってくるパーツそのものが、なのでおそらく、まあ、そういうストックがだんだんなくなってくるにつれて、維持していくメンテにかかるコストっていうのは絶対上がってくると思うんで、2編成だけでやってるとね、これが10ぐらいあるともうちょっとパーツとかのスケールメリットも得られるんですが、それがなくなってくるんで、当面は大丈夫とは言ってもやっぱりそう長くないのかなっていう気はします。おそらく、まあ、27年以降も残るとは言われてますけど、2030年くらいになったら点々って感じかなっていう風に気がします。まあ、私も500系は大好きなんで、私はもう、新幹線で好きな車両っていう風に、ランクをつけるとしたら1位はやっぱ500系なんですよね。で2位が何かというと、2位は私、E6 かな、小町に使ってる、あれ好きですね。あの
E5 よりも E6 の方が好きなんですよね。なんかやっぱ赤っていうのがいいのかなっていう、赤好きなんで、はい、まあ関係ない話ですけれど、というような感じで、あとレールスターの700系7000番台はまだ16編成残っていて、そのうちの12編成が2000年製なんで、これも決して新しくはないです。残りがね、確かあと4編成のうち3編成が2001年で、1年しか買わない。でもう1編成だけ2006年かなんかあったと思うんですけれど、これもまあそんなにはもう、まあ、まず最初は500系だと思うんですけれど、まあ、人気が高い車両なんで、なんとかかんとか残してほしいなとは思うんですけれど、やはり、なんだろうな、観光のためとか、そのイメージ戦略のためだけに1個残すっていうのは、とりあえずはパーツがあるうちは残すけれど、みたいな感じなんで、2026年までは6編成残ってるし、で、2026年以降も2編成は残るんで、今すぐじゃないですけれど、将来的には、まあ、700系7000番台もそう新しい車両なんで、これもそうですけれど、やはり山陽新幹線もやっぱり N700A と N700S に全部揃っちゃうのかなっていう気はします。まあ、その以降になる、そこまでいくと N700S の後継っていうのが今度出てくるかもしれませんけれど、ある意味 N700S って、まあ、JR 東海も言ってたんですけど、もうほぼなんていうんですかね、現状のその東海道新幹線という線路の上を走る上で、もうある意味究極の車両って言われてて、まあこれ以上いいものってあんまりもう出てこない、おそらく形的にも内装的にもほぼ極めたみたいな。ですから細かい細かい、まあ、N700S なんちゃらとか、まあ、N700 わかんない Z かなんかわかんない、まあ、次の車両がどういうのかわかんない、 N800 とかになるかもしれないですけれど、出てきてもそんなにもう変わんないんじゃないかなと思うんですよ、形とか、その N700A と N700S ですらですね、もうこれも一般の方にはほぼ見分けがつかない。 N700S は横にN700S ってこう金色の文字で書いてあって、で S が結局シュープリームって意味ですよね。ですからもうある意味究極の形なんですよね。で、まあ、横は N700A の場合は N700A って書いてあって、であとは前から見た時にヘッドライトの形が若干違うとか、 N700S はこうヒゲみたいな感じの青い帯が入ってるとか、ただもうこれって鉄道ファンならわかるけれど一般の方にはほぼほぼわかんない、まあ、だからのぞみと間違えてこだま乗っちゃう人いたりとかするっていう話も前ちょっとしましたけど、そんなことがあんのかなっていう、みんな同じだから。でも山陽新幹線も今後そういうことが起こり得るかもしれませんね。今こだまっていや500系が N700S のレールスターが来るんですけれど、そのうちこだまも N700A が来るんで、そうすると長いか短いだけの差なんでほとんど変わらなくなっていきます。まあ、あとはね、あれが走ってますね、 N700 の、7000、8000か、さくらみずほに使っているやつが、まあ、若干これまた色が違うんで、これもまあ違いっちゃ違いですけれど形は一緒なんで、まあ、将来的に行くと本当山陽新幹線も今って500系とかレールスターとかなんかいろんなのが走っていて、見ててやっぱ楽しいんですよね。鉄道ファン的にはいろんな車両が来てて、だからよくあるじゃないですか、まあ、私も新尾道とかでわざとそういう絵を撮ったりしましたけれど、500系と700系7000番台のレールスターが両方がこだま止まってて、その間をこう N700S とかののぞみが抜けていくみたいなところをわざとこう写真とか動画とかによく見るじゃないですか。でやっぱりそれって絵になるんですよね、いろんなのが走ってて、だから面白いんですけれど、そういう意味において東海道新幹線って、まあ、700A と 700S というのはほとんど見かけが同じような、もうこんなこと言うと鉄道ファンの人で同じじゃないと怒られるかもしれないですけど、まあ私的には同じようなもんだと思ってるんですが、まあ、見ててもだから同じような車両しか来ないんで、同じような車両とかほぼ同じ車両しか来ないんで、絵としてはやっぱりね、どうしても山陽新幹線とかの方が面白いし、まあ、あともっといやね、東北新幹線とか行くと大宮駅とか行くといろんなのが来てね面白いんですけれど、まあ、将来的には山陽新幹線も東海道新幹線みたいな、もう走ってる車両がほぼ一緒みたいなことになる。まあさくらとかみずほのね次の車両がっていう風に検討された時は N700S を8両に短縮したものみたいな風になるかもしれないんで、山陽新幹線もそういう風に将来的には
なっちゃうんだろうなっていうので、まあ多少残念は気はしますけれど、まあこれもしょうがないですね。あの特に JR 西日本もやっぱりかなり経費、あのメンテナンスのコストとかってシビアに今後見ていくと思うんで、そう考えると700A と 700S に全部揃っていくっていうのもある意味自然な流れなのかなっていう気はいたします。あと最後に、まああのこれはまあ今回のことあんま関係ないじゃ関係ないんですけど、個人的な思いなんですけど、あのさくらが、まあ、まあ自分もそうなんですけれど、あののぞみとみずほにレールジャパンレールパスの人乗れないからさくらにめっちゃ乗ってくるんですよね。でさくらの指定席とかグリーン車、まあ、グリーン車も特に搬出しかないから、いつ、まあ、私のところいつ乗ってもあの朝早くのやつもそこそこ混んでるし、夜遅いやつぐらいしか空いてるところがなくて、いつ乗っても混んでるんで、個人的には光レールスターっていうのをまた走らせてほしいなって、こだまじゃなくて光で、あのグリーン車のないレールスターでいいですから、こだまに使ってる車両でいいんですけれど、それをもう少しこう光として走らせてくんないかなっていう、あくまで個人的な希望として、まあ、でもこれ日本のお住まいの皆さんにとってもいいと思うんですよね。さくら本当混んでるで、指定席とかグリーン車とか本当取りにくくなってるんで、ぜひちょっと光で、さくら九州新幹線直通のさくらを増やせというふうには別に申し上げませんが、せめてこう新大阪と博多とかの間をこう走るレールスター的なものですね、ちょっとして停車駅多めでもいいんですが、こういうのを走らせていただけるとさくらの混雑の緩和に若干つながるのではないかと思います。でやっぱり2プラス2の指定席って乗り心地がいいし、私も狙ってね乗ることがあるんで、それがある車両があると嬉しいなという、それでこだまじゃなくてちょっと早いやつだったら嬉しいなという話です。あくまで個人的な希望ですけれど、はい、ということで今日はね500系4編成がもうすぐなくな、まあね4編成なくなって、その後も2編成は大丈夫ですけど、まあ、長い目で考えれば、長い目というか2030年ぐらいまでのスパンで考えれば、そろそろ引退の時期が近いのではないかなっていうようなお話でございました。ご視聴どうもありがとうございました。